お母さんがねもうすぐ誕生日なので誕生日プレゼントを見に行きたいと思います。この辺もポケモンじゃんね。あのお母さんの選ぼうね。セーラーマンの唇の保湿とかだね。これはちょっと使わないと思うな。ちょっとお母さんっぽくないかな。俺もつけない気がするな。誕生日おめでとう。今日はねちょっとお買い物に来たんだけど、今ゆうくんとお母さんはちょっと別行動をしてます。お母さんがねもうすぐ誕生日なので誕生日プレゼントを見に行きたいと思います。で母の日もね近いんだけど、なかなかね今こうやって出ることが難しいので、母の日のプレゼントも一緒にね見てみたいと思います。じゃあ早速ね行ってみましょう。何これ、プレステのコントローラーのクッションだって。でかいね。面白い。セーラームーンのこれは何だろうね。唇の保湿とかだね。この辺はポケモンだ。しんちゃんとかマジで。あ、ギズモン。ここはお父さんが好きなやつだ。これ一日中食べたら太るじゃん。虫歯になりそうです。数の暴力。ポケモン多いな、なんか。この辺もポケモンじゃんね。自分が欲しいものばっかだな。あ、この辺もだね。ポケモンがすごい多いね。あ、持ってるね。あ、あつ森だね。あつ森グッズが。あ、本当だ、テレサ。お母さんの選ぼうね。あ、この辺鬼滅だね。あ、お母さん最近進撃も好きだよ。どうなのね、進撃 T シャツとか。あ、かっこいいじゃん。この辺ドラクエだ。ドラクエ。あ、これチャオズだ、チャオズ。ドラゴンボール。あ、ジョジョ。あ、この辺もそうじゃん。ジョジョの缶バッジなんて、珍しいな。あ、これ浅野犬用じゃない。あ、ネバーランドね。顔なしだ。ロボット兵とか。この辺はジブリだね。ジブリもお母さん好きだけど、何がいいかな。こうやって見てこれかわいい。ああ、それは何だろうね。ハンドクリームとボディミストと、ハンドクリームとかはね、まあ使うかもね。え、かわいいね、これ。ハーバリウムで香りがするんだ。あ、ディフューザーだね。かわいいね。めっちゃ綺麗だね。え、綺麗。これ何、なんだ、グレグランスランプ。あ、しかも除菌ができるんだって。え、これ綺麗じゃない？私これあげたいけど高い。あ、ちょっと予算オーバーだね。もしさ、これがいいんだったら、こう3人からとお父さんからで母の日に渡すとかね。ああ、いいな。それでもいいかな。あ、もうちょっと見て決めてみようか。ね。うん、わ、ここすごいね。お姫様がね、お城みたいだね。ベッドもすごくない、なんか。映画でさ。ありそうだね。あ、この辺もあの香りのやつだね。あ、この辺は和な感じ。ろうそくだね。ろうそく？キャンドル。何これ？これなんだろうね。モバイルバッテリーだって。え？あ、この辺もいいかもね。見て、これとかは。あ、これはどう？アクリル。ここに。これ欲しい。私のが欲しいやつじゃなくて、お母さんのね、探そうね。あ、髪飾りとかだったらいいかもね。あ、可愛いかな。シンプル。これはちょっと使わないと思うな。ちょっとお母さんっぽくないかな。この辺の髪飾りも可愛いね。これ可愛い。あ、これ変わってるね。なんかどうなってんのこれ。なんか面白いね。どれ？これ？これもつけない気がするな。サーヤはこのね、イヤリング、これをプレゼントしたいと思います。はい、ラッピングしてもらいました。してもらいました、ね、これじゃあ当日ね、渡したいと思います。ね、楽しみだね、この辺はハーバリウムだね。かっこいい。これ、かわいいかな、どうだろう。
まあ、こんなのだったらちょっと机に飾ってくれるかな。嬉しいのはこのハーバリウムにします。今日がね、渡す誕生日プレゼント決まりました。ね、渡すの楽しみだね。あ、この辺セーラームーンだね。遥かさあるといいね。あ、この辺もセーラームーングッズだね。あ、これいいんじゃない？あ、銀髄賞。あ、これもいいかもね。なんかお母さん持ってないかしら。そうだね、持ってないかな。大丈夫かな。どう？ありそう。それ何？ブラックレディーだね。で、レイカはこの銀髄賞にする。うん。で、これにしよっか。うん。で、プレゼントダッピングしてもらいました。うん。で、これもね、後日渡したいと思います。でね、やっぱいろいろ見てこれがいいということで、これをちょっと、まあ、みんなの分とお父さんからっていうことであげようかな。うん、ね、で、3人とお父さんからで、ね、これをね、あげたいと思います。どれがいいかな。これ、あ、これもいいかな。これでもいいかもね。お母さんっぽいかな。香りはなんかね、これが人気ナンバーワンだね。ホワイトティー、これだね。あー、これいいかもね。ちょっとね、ムスクの香りが強い感じかな。あ、いい香り。あ、すごい。結構、めっちゃいい香り。これ除菌もできるみたいだからいいよね。じゃあその香りはじゃあこれで、うん、色はこれがいいかな。あとね、こっちもちょっと気になってるがいるの。まあ、この辺とかもね、綺麗だけどね。こっちにもあったね。この辺も色綺麗だけど、ほら、紫っぽい。ちょっと迷っちゃうな。あ、これもね、ちっちゃいやつがあるの。あ、これはこれで綺麗だな。あ、これなかったね。うん、なかったね。で、まあ最初に選んだこれにしたいと思います。ということで、今日はね、お母さんの誕生日当日です。で、みんなでね、ちょっとお散歩に来てます。ね、で、ちょっと今軽くね、ランチをしてました。で、お母さんにプレゼントを渡すのは夜なので、それまでね、ちょっと今日、昼間はね、ちょっと楽しみたいと思います。ね、夜渡すの楽しみだね。じゃあお楽しみに。今お母さんと子供たちで撮影中です。その様子は晴れママキッズ TV でご覧ください。ということで、ご飯をね、食べに来ました、ね、じゃあみんなで乾杯しようか。じゃあお母さん、誕生日おめでとう。お母さん、二十歳ぐらいだね。それで、3人からね、お母さんに何かあるそうなので、お願いします。お母さん、お誕生日おめでとう。子供たちから何かプレゼントが。いっぱいある。シノノからせーの、何でしょうか。じゃーん、これはハーバリウム。ハートだよ。ね、ハートになってる。かわいいよね。あ、これ机に飾れるね。ね、あ、言った通りだな。仕事部屋の机に飾りたいと思います。サーヤ、これはサーヤのプレゼント。袋の中からまた作る。これは何だ。あ、何でしょうか。じゃん、ピアス。ピアスです。ピアスでした。あ、かわいいじゃん、ほらね、キラキラ。いろいろね、ついてて、ありがとう。いろいろと。三つ折りの三枚寿司ですね。はい。おいしいやつ。おお。で、これは？ネガだね。うん。何でしょう。え、なんだこれ。軽いな。で、なんじゃん。じゃん。これは銀髄賞。銀髄賞。前持ってたけど、多分ね、手放したと思う。そうなんだ。ありがとう。あ、綺麗。あ、可愛いね。あ、かわいいね。キラして。あ、かわいいね。ありがとう。いただきます。朝、牛寿司をいきます。贅沢。はい。どう？すごい、睨んでます。食べて。いただきます。めっちゃうまい。入れた瞬間にでしょ。ごちそうさまでした。ということで、朝の誕生日のお祝いをしました。そしてね、3人から何かあるそうです。お誕生日あるよ。なんかいっぱい出てきたな。これは何だ。すごいすごい、見てほら、
あ、上手じゃん。上手ね。一生懸命帰ってた。ちゃんとさりげなくはるかさん。ね、はるかさん。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、すごい。ありがとう。これは誰ですか？これは、新郎からのお手紙です。すっごい。お母さんに、いつもナイスだよ。お仕事、お仕事頑張ってるの。お誕生日おめでとう。お花、お花、お花。はい。こいって投げてるけど。お母さんへ、いつもお洗濯や食器洗い、料理やお仕事をしてくれてありがとう。お誕生日おめでとう。サインより。ありがとう。天井でいただきました。これ何だろう、これ。シノ。これシノからなんだろう。確かにシノのね、このお小遣い入れてる。そうだね。お小遣い入ってる。じゃーん。見たことある。お母さん急な銭が。そしてこれはレイカかな。くれるんだね、ほら。で、お父さんでお母さんの。あ、そうなの、お父さんの分も。じゃこれもじゃ読んでもらおう。お母さんへ、お誕生日おめでとう。いつもありがとう。大好きで、レイカより。ありがとう。早い。ハッピーから素敵なおめでとういただきました。はい。そしてもう一個ね、なんかあるんだよね。お母さん、ハッピーバースデー。せーの。あの、あとは。お誕生日おめでとう。あ、お誕生日ビビになってた。お父さんビビになってたけど。あ、まあいいや。タイプおいしい。弾いてたの。あの、この前さ、エアコンじゃなくて、カってお母さんたちやってたじゃん。弾こうとしてたら、ゆうきくんが起きちゃうっていう話。カってたゴロゴロしてる。なんでこのおまけが必要なの？取ってる。取っちゃダメ。何の意味？今日は外遊びいっぱい遊んできました。はい。そして今日は何の日かというと、母の日です。ということでみんなでね、乾杯したいと思います。乾杯。お母さん、いつもありがとう。母の日おめでとう。これは私からのお手紙です。お手紙だろ。これ朝からもらったやつ。これずっと持ってて。さっきさ、みんな飛んでたやつ。持ちすぎてくしゃくしゃくしゃ。忘れちゃった。大丈夫？なんかヨット作ってくれたの。ヨット作ったの。じゃん。のびのびヨットに見えるじゃん。おお。あ、お手紙が入ってるの。じゃあレイカが読んでもらう。お母さん大好きで、いつもありがとう。レイカより。ありがとう。これはサーヤだね。これお弁当作ったね。お弁当だ。よく作ったね。いつもお仕事してくれてありがとう。いつも教えてくれてありがとう。いつもありがとう。もう書くことなくなっちゃった。いつもご飯作ってくれてありがとう。お子さんもいる。レタスも書いてある。ここ書いてある。いつもお洗濯やお掃除してくれてありがとう。あ、それでこれしのがまたお弁当作り出したのか。そうだね。あ、これはの旗なんだね。いつもありがとう。お弁当箱見て、あ、こっちが最初。こっち最初だね。ね、ありがとう。そしてさらに何かあるそうです。はい、さあ、これはみんなからです。これはみんなからです。お父さんも含めてみんなからです。みんなからです。じゃ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 ーん。これはみんなでね、選びました。なんかかっこいい袋に入ってるよ。こういう袋に入ってます。なんか重いんだよ。そう、ちょっとあの割れ物なのでちょっと注意してください。え、何何注意。ゆうくんだこしましたすぐに開けられない。なんだろう、楽しみだな。お、一つ目はぴょん。じゃーん、これは何でしょうか。これとね、一緒に使うもの。あの、もう一つのがセットなの。あ、そうなの。うん、これが本体。そう、本体。
フレグランス、フレグランス、しかも除菌もしてくれるんだって。これあ、そうなの、うん、これがね、いろんな種類があって色があって、うんうん、まあ、これがお母さんっぽいかなっていうので選びました。あ、いいじゃんね。 ありがとう、うん、ありがとう、ありがとう、ありがとう、素敵なのいただきました。ということでね、お母さんの誕生日、そして母の日プレゼント無事渡せました。はい、ね、喜んでもらえてよかったね。うん、高評価、チャンネル登録、通知ボタン、Twitter、Instagram、フォローお願いします。それじゃあごきげんよう、また見てね、バイバーイ。お誕生日、母の日プレゼントじゃんけんじゃんけん、はい、お母さんグッズでした。Thank you.